遊んでから帰る。いらっしゃいませ。どうもゴロミです。いらっしゃい。ちょっと待って。いやいや、わあ、何頼む？キリュウちゃんはこないな店よーくるんか？いや。ほんなら今日はラッキーやったな。こないに可愛い女の子と酒が飲めるなんてそうそうないやろうからの。うちに惚れたらあかんで。ええノリしとるの。さすがキルちゃんや。あ？俺か？俺は毎日のように通っとったで。アホ、客としてやない。オーナーやったんや。なんだと？一時組を破門されて肩気になってた頃があっての。我ながら辛い格やったわ。何言うてんのや。ヤクザがヤクザやっとればええなんて考えは。ああ、せやの。縁日のカラーひよこゴロちゃんグッズ販売。あとは埋蔵金探しにゲーム内通貨の売買。ジャマイカからアレの輸入。まったく。せやろ。キリュウちゃんもいろんな仕事。おれ、キリュウちゃんの方からも話題振るんか。そうだね。私、めっちゃごつい男が好きやね。やっぱり男は強くてなんぼやわ。なあ、そういうのはどうでもええね。とにかく一緒にいて楽しいことがすべてや。せやから強くなかったらあかんねん。ん？あ？そんなん決まってるやろが。男女が一緒におってやることと言ったら一つ。喧嘩やろが。どうだ？言うだけなら簡単やけどね。せやな。それを手っ取り早く確か。おいおい。ほんまや。キリュウちゃん、つっ。もちろん延長するやろ。そうだな。さすがや。アホ、
おもろいことあるか。だいつもこいつも面倒なガキンチョばかりで、ほんまに気が休まらん職場やった。それに比べてゴロミったら完璧すぎ。こんなキャバ嬢がおったらお店の人も毎日ハッピーやるな。そうだな。そもそも女を使おうって儲けようっちゅうのが性に合わんし、肩着のしのぎをすること自体嫌で嫌で仕方がなかったけど、いろんなトラブルを一緒になって乗り越えていくうちに、どうにも情が湧いてきよってな。しまいには店のみんなとお別れするのが辛くなってしもった。みんな。なるほど。ティルちゃんも一度やってみたらどうや。キャバクラの経営、きっと客ん時とはちゃう目線で楽しめると思うで。キャバも極道も大した違いはあらへん。どっちも客におしぼり渡して金もらうだけや。ま、お客様は神様やから、何があっても殴れへんところが辛いところやけど、それでもやってみると案外楽しいもんやで。キリュウちゃんは女おらんのか。おいおい、せっかくシャバに出てきたんや、少しくらい遊んでもバチは当たらんと思うで。しゃあないの、孤独なキリュウちゃんのためにゴロミちゃんが一肌脱いだろやないか。そうだな。ほんまか。急にどないしたんや、キリュウちゃん。やだ、ゴルミ行ったらドキドキしてる。まあ、そんなこと言うたって簡単には落ちないんだからね。そろそろ時間か。最高な気分や。ちょっと待て。何やと。はあ、青か。
な。まだな、ケルちゃん。おもろいな。最距離、うちがいいですよ。お客さん、どうです？遊んでいきませんか？いい女の子いますよ。お会計より。